ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララナ。はいはい。いやー、もう見切れてるかもしれませんけど、はい、見てください、はい、みかんが届いたんですよ。みかん、はい。どっからです？広島の古田製菓の古田修司から届きました。はい、山さん、みかん送るけ、待っときんさいって言うけど、あ、まあ、ちょっとええかげんせえよ、お前ある程度考えよって言ったら、50キロです。じねんじみか、じねんじみで、これね、わせって、はせ、はやせって言うんですよ。はやせみかんって言うから、はやせみかん、この品質が早瀬みかんかな。早瀬、これね、小粒でね、美味しいのよ。はい、こう、ドゥン、これね、これ瀬戸田の、これね、うまいね。みかんジュース、これも 100% みかん、これね、ほんとガチガチの鉄板なのよ。へー、私これ、まあでも見た目普通のみかんで、普通のみかんです。ちょっと小さめですよね。そうそう、うん、甘い、甘いですね。皮がすごい細かくなっちゃうんですね。そうなの、このみかん、このみかん、あんまりブワッバッて、だからそれだけぎっしりこう、間がスカスカしてない。なるほどなるほど、そういうことか。これ冷凍物をちょっと入れてるんですよ。冷凍物、はい、このわせみかんをちょっと前のやつを冷凍を1個だけ、うんうん、ハゲハゲロンゲハゲ、ハゲハゲロンゲハゲかな。なんかで、こっちから見たらハゲロンゲハゲ、まあそうですけど、これ4つよ、みかん4つで、そうだ、みかん4つで、これお前飲みたい、はい、じゃ、ちょ、俺先飲んでいい、どうぞ。翔さん、喜ぶんじゃないですか。めっちゃうまいんだよ、これ。みかんで、食べたみかんよりも、マイルドになるっていうか、クリーミーになるってことですかね。そう、ちょっと一人呼びますわ。呼ぶんですね、届けに行くというか。重いでしょ。まあ確かに重い、重いでしょ、うん。あ、マッコイさん。ちょっとね、すいません、今どちらですか？家ですよ。あ、ちょうどよかった。あのね、マッコイさんに回してんだろ、これ。いや、回してない、本当に今日は回してないです。今、マッコイさんにね、お渡ししたいものがあるんで。いいよ、いや、いらないよ。ちょっと、まあ、本当にちょっとだけ顔を出してください。持ってってもいいか、取りに来るか、ちょっと二択してください。いいよ、家来るんだよ。じゃあ、ほんとちょっとだけ、ほんの10分だ。この声の声質は回してんだろ。違う、回してないですから。この声質で分かんだよ。声質、ほんとに回してないです。まだ一人でいるんで。お願いします。あ、切った。あ、来るんじゃないですか。いい、来られるの嫌だから。いや、俺ちょっとこっそり回してきます、今日、今回。そうだね。こっそり回しといて。隠し撮りのいないってことでしょ。あ、そうですね、荷物片付けときますよ、バレたらあれなんで、うん、ハロー
したらあれ回してないのっつって回してないことを寂しがるんじゃないですか。回してないんだ回してほしいんだ。こちらは、うん、あれ回してると、いや回してないって回してない。だからみかんをね、これをみかんから。なんだよこれこれみかんをな、今日持って帰ってもらおうかなと思って。いらないよ。いいじゃんいいじゃん。だこれ10キロぐらいで会社に、もう今いらないよこんないっぱい。何よこれなんだよこれみかんばっかり。みかんは今日別に回してないから。それ別にお前がいるとき毎回回すわけじゃないから。いやいや、おかしいでしょ。だってあの声質は、あの声、俺はああいう声だもん普段から。あのせいあのせいっていうときって回してるときじゃん。回してないってだろ今日は。めっくりさって言うときは絶対回してるんだよ。みかんジュースちょっとみかんジュース、ちゃんとダメだって。みかんジュースにして。みかんジュース、いやほんとほんとこれ飲ましてあるから、ちょっとほんと、あ、それ無理で持ってきて。ああすいませんマッコイさん。くだらねえ小学生みたいなドッキリ。ドッキリです、ドッキリです。実は回ってました。小学生みたいな。実はずっと回ってました。入ってきた小学生みたいな。靴もないしカバンもないから誰もいないと思ったでしょ、うん、ほら全部隠しましたから。すいませんみかんジュース。しょうもねえなこれ。何しょうもねえドッキリするんだな。お前何やってんだよ茶羽ね。こいつお前めちゃイケで何習ってきたんだよ。ドッキリはこうやってやるんだ。しょうもねえ。思いついたんだから今。でもだって来るなに待ってねえんだって言いました。言ったでしょ、待ってねえんだって言ったでしょ。ほら待ってねえのも回ってねえで嫌だったでしょ。回ってるもんだと思ってるから。いや回ってねえ、回ってねえなドッキリです。なんだ回ってねえのかドッキリです。違うよ、お前がなんかいつもこいつでわかるじゃん。もうあ、マッピーさんっていう時ともう回ってまーすっていう時だったって。違いますよ。何すんだよ汚ねてで。だからこれめっちゃうまいんだって。みかんってどう、俺仕事行くんだぜこれから。いいじゃん。しょうもねえドッキリに俺かけて。まあ、みかんさんが絶対待ってねえって言うぞっつってから一言見に行っちゃって、いやずっと笑うから。おかしいだろ。ちょっとなんだよ。しょうもねえよ。回ってないんだよ、回ってないで嫌なくせしてな。そっち一人は回ってんだろ。うめえだろ。うまいですね。これ本当うめえんだって。これ持って帰って10キロ。うまい。なんで取るのよ。何がよ。何の会なのこれ。みかんみかんを配る会だよ。みかんを、みかんを配る会は分かるけど、うん、なんだよこれ。どうもお願いします。誰か来た。あ、来た。おはようございます。おい、お、あ、おはようございます。よし、先進。お久しぶりです。へぇーし。おはようございます、お久しぶりです。先生、一番嫌いなやつじゃん。いや、一番ってそんな言わないでくださいよ。お前も嫌われたもんだな。お久しぶりです。あ、体に優しい。なんだお前は。髪の毛結構セットアップ。もうセットアップ。セットアップどうしていいか。セットアッパーだもんな俺。はい、そうです。俺も
帰るよ。いやお前、いやマジで今マッコにはドッキリかけて大成功だった。なんですか？あの入ってきて実はカメラが回ってないドッキリって言いました。しょうがない。ほんとにお前ら、あのマッコイさん、お前らいい加減じゃんやよ。それよりもあれですから、またあの去年同様、新語・流行語・ケイチョン、また今年ノミネート、あのマッコさんも作品たくさん入って、途中経過結構いいところまで、いいところまで行ってますね。知らないよ。いや今いいとこ知らない。今集計に入ってますから。お前ら勝手にやってんだろ。いやいや勝手にやっていいとこ行ってますよっていう。切羽詰まった工場長、切羽詰まった工場長が今いいところブーンと上がってます。あとナレーションにしてもらえ、壊れかけのマカロン、壊れかけのマカロン結構ノミネート結構ノミネートされてますんで。いやいやいや、もう切羽詰まった工場長、切羽詰まった工場長結構来てます。去年ね、昨年やっぱりあの俺やだよで、お前セットアップ来てんのいいけど、下がもう短足でもう変えざってないし、もうお前これ麻婆が違う、麻婆がこれでいいっつったんだもん。ドッキリコみたいになっちゃって、下だけシュッとなって上ボコンとおめえなんてドッキリコだお前。マッコイさんが言ったんです、僕は。お前笑いとかドッキリコなんで、お前って短足じゃないか。まだドッキリコノミネートしちゃうかもしれない。緊急ノミネート、緊急ノミネート、いいよ。緊急ノミネート、これにさ、なんか流行語もらったって、な別に何にも増えるんですよ、トロフィーが。いやねえ、トロフィーが増えるんですよ。また今年で作りますもんね、ちゃんと作りますよ、同じように。そうね、この間もなんかわけわかんねえ、あのなんだっけ、地獄の八期生いる時に餃子食いに来いっていうか、うん、ただ餃子に来たらなんかお見合いみたいなのやってて、まあ、勝手にお見合いになっただけですよ、あれは。びっくりしたよ俺。それはそれでもうお願いしますよ。だからまあ本当に今回もノミネートされてるんで、よろしくお願いします。あとあの林さんお願いします、持って帰ってください。200個でいいですかね。え200個、なんと YouTube 何回回してんの、オタクラって。オタクラ YouTube 週にどれぐらい撮ってんの。まあ週4回さない、週4 週4は気合いエグいっすね。週4回してるんだ。週4ぐらいはな、撮らないんだって。週4回してます。今日もみかんを今からいろんなところに持っていくのに今4カ所ぐらい考えてますから。だって週4配信ですからね。週4配信しょうがないっすね、もう週4回撮らないと。お前だってなんや、お前偉そうなこと言って、お前なんや、今年の頭に始まったYouTube のチャンネル10万人いかなかったらっていう話どうなったんや。僕 YouTube やってました。出た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 。まあまあ、まあ、無視しましょう。無視し YouTube を冒涜するお前全部モザイク処理でしたね。ほんとひどい。僕のあのディレクターの X が、うん、連絡つかなくなっちゃって。そうだね、しょうがない。あれはそれしょうがない。もうアカウントが動かなくなっちゃってんですよ。どうしましょう。知らないよそんなもん。なんでお前偉そうにさ、箸にも棒にも引っかかってないようなレベルが、ディレクターが捕まんないとか、なんで自分でやろうとしてないの。自分で編集して自分でアップしようとか、なんでディレクターがいないからって。お前ディレクターつけてお前 YouTube やる人ってそこそこのタレントさんとかそういった人たちでしょ。なんで若いのに自分で編集しようと思ってやりますとか、そういう努力しようとしないの。すいません。人に編集させて高みの見物みたいな感じのさ、こと言ってんのお前マジで。すいません。自分でやります、 やろうと思ってます、編集もとかと。だからお前みたいなやつが出来上がったものにだけ文句言ってディレクターを苦しめたりそういうことするんだよ。だからディレクターが連絡つかないじゃないの。そういうやつっているじゃん。自分で努力もしないでディレクターのせいにしてんじゃないのお前って。一緒に、はい、やろうって。それでディレクターいないんでやってましたっけとか、またちょっとお前やった自分の仕事をなんか雑なこと言うよね。すいません、いろいろ勉強させていただきます。いや勉強してないんだよお前は絶対。はい、勉強させてもらいますとかって言って逃げてるだけだから。だから俺嫌いなのよお前のこと。いやそんなに言わないでください先生。そうですよね。だってずるいですよね。だってさん、だってさん、
ちょっとずるくないですか、ディレクターがあって。おっしゃる通りです。どの風情が言うんだろうと思って。いや、おっしゃる通りです。それはもう斉藤さんおっしゃる通り。だって山さんも一人で最初やってたじゃないですか、ええ、で、松本くんがね、こういう状況だからって言って、うん、やりましょうって言って、そう、声かけてね、声かけて一生懸命週4っていうペースでやってるわけじゃないですか、うん、そうそうそう。どこのね、うん、箸にも棒にも引っかかんないのに、うん、だから俺役者風情だって言ってるんですよ。あの、はい、名前だけでなんかディレクターつけていいみたいなさ、うん、でなんかですわ。なんか俺嫌いなんですよね、ディレクターのせいにするやつ。いやいや、お前か。もう止めたから飲めよ。あ、止まった。もう止めたから、もういいよ。じゃあこれみかんだけですか。みかんだけ。うまっ。じゃあこいつはね、舐めてんだよね、ほんとに。まあ、16人兄弟、甘やかされたんじゃないですか。15人兄弟だっけ。11です。どんどん11人兄弟の一番下だから、やっぱりもう上の人にな、もう可愛がられる術を全部知ってるんですよ。だから俺らみたいなちょろいと思ってるんでしょ。いやいや、思ってないです、思ってないです。飲みなさい。ありがとうございます。逃げんなよ。はい、うん、お前は逃げ癖があるから。いいこと言ってもらって。逃げる方がね、よっぽど辛いんだよ。はい、マジで。逃げた方が、うん、だから YouTube も10万人って言って逃げね、掲げたんだったら思いっきりやってダメでしたっていう方がすっきりするんだよ。お前逃げるから、あ、3000しかいかない、もうめんどくさいわっつって逃げ、どっか逃げてんだよ。だからこういうことを言われちゃうんだよ、マジで。逃げる方がよっぽど辛いっていう風なのを覚えた方がいいよ。人のせいにしないとか、全部自分のせい。ゴルゴ松本さんが言ってましたよ。苦難困難あった方がいいんだぞって。それがないと無難なんだぞって。無難っていう字書けるかって言ったら、ないなんて書いて無難でしょって。難があると書いてありがたい、ありがとうっていう字に変わるんだよって言って。だからちゃんと苦難困難をちゃんといっぱい経験した方がいいんだよって俺は言われたけどね、ゴルゴさん。いい言葉だよ。すごい、マッコさん、すごい言葉。マッコさん、あの、俺カメラ止めたくてたんですけど、ずっと回ってたんですよ。お前ふざけんなよ、この野郎。今のだから、ゴルゴさんの話まで聞かせてもらいますね。いや、もう絶対無理だ。ゴルゴさんの話まで、ゴルゴさんの話を引用するところまで聞かせてもらいます。いやいや、もうそれ無理だわ。回ってないけど回ってるドッキリ。回ってないけど回ってるドッキリでした。第2弾です。はい、そうだよ。いつもやだよ。さあ、いつもやだよ。マッコイさん、我々もそろそろ出る時間になりました。俺も帰るよ。くだらねえドッキリばっかりやる。ここのスタッフ。マッコさん、だからおめえうまいだ。おめえが来てるからだよ。これ2個もありがたく。くだらねえドッキリに2回も引っかかって。くだらねえドッキリに2回も引っかかった。しょうもないやつ。前のあり。ありがとうございました。ふざけんなお前ら。よかったよかった。ね、マッコさんが言った時のお前の目のほんとつり上がり方面白いな。そう、言ってくださいよ。言ってくださいよって言ったらお前なんか構えてくるじゃないか。そうですね、はい、構えさせないほうが。なんか動揺しちゃってもなんかもう今日変な感じになっちゃいます。しょうがないよ、お前動揺したら変な感じになるんだから。同じこと言った。僕じゃあいただきます、これ。うん。あ、来た。あ、ごめんください、川島さん。川島さんのおかげ。だからもうだってもう分かってるじゃないですか。みかんを届けるってどういう企画なんですか。なんですか、みかんを。すいません、どうもすいません。あら、キャインの、あ、どうもすいません。そうですね、この間出ていただいたお礼をね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。